多分こうね大変な時とかね、あの壁にぶつかったりね、うん、あると思いますけど、はい、そういう時どうする？メンバーに相談します。私はそうなんだ、あの親には相談しなくて、うん、やっぱ同じ活動しているからこそ分かることがあると思うので、うんうん、こうまあ友達だったりとか、あとメンバーだったり。でも逆にさ、なんかメンバーに言いづらいこととかもあるじゃん。はい、ね、それは、うん、そしたら私は友達に連絡しますね。あ、そうなんだね。カネちゃんどうすか、なんかあります？でも私は辛い時とか割と、うん、あの一人で抱え込むタイプなんですよ。あ、そうなんだ。抱え込んでどうしちゃうの？はい、流すでもポジティブだね。そんなないよね、辛い。なんかあのなんか辛いって感じるし、感じるんです、うん、あの辛いって感じるし、うん、あもう悔しいって感じるし、うん、もうどうしようもなって思うけど、うん、あのなんか自分での中で解消法を見つけて解消。そう、解消法はどういう解消法なの？例えばわかんないけど、なんか体動かすとかさ、うん、歌うとかさ、なんかあるじゃん、音楽聴くとかさ、うん、なんかなんでこうなったのかっていうことをまず自分の中で考えて、考えます。でなんかそれをしていくにはどうしたらいいのかって反省をして、じゃあこれは頑張らなきゃってなって、一度流して自分の中でスッてなった状態、空っぽになった状態で、次の仕事に行って忘れて。でなんかみんなお前スーパーポジティブなんだポジティブです、めっちゃポジティブ、めっちゃくちゃポジティブだね、うん、いいいい、うんうん、その姿勢はすごくいい、うん、あの悩んでから、悩んで悩んで、悩み事ってさ、なかなかやっぱ解決しないことが多いから、うん、でもとにかくもうやるしかないじゃん、うんうん、その中でいかにポジティブに考えられるかっていうのはね、うん、いいと思う。なんか今を生きなきゃって思ってたお前誰だよもういきなりお前人生論を語るなお前あの 今は今しかないじゃないですか。まあそうだよね、うん、しかも今しなきゃ後悔するじゃないですか。そうそしたら今を生きるしかないってなっちゃうんですよじゃあ今は今ってなっちゃうんですよ。だからね、うん、あの将来のこと、未来のことを考えるのも大切だけど、はい、ね、その、ね、未来を考えるためには、ね、今をやっぱちゃんとね、こう頑張ることっていうのがね、そういうことですね、そこにつながっていくってことだからね。はい、はい、はい。